はい、ワイキです。今回はアスナを近畿の位置で使っていきたいと思います。まあ大前提としてね、やっぱ毒我慢、毎月やることなんで毒我慢をね食わせて戦っていく方がより攻略はしやすいと。であと回復持ちとかね、魅力みたいな魅力はでもあれね、対応してないんで、魔法陣は。なんで、なるべく、基本にならない立ち回りでね、行けば、まあ、もちろんキラーがあって強いんで。まあ、アスナと、シャトルに関しては、まあね、全部対応してるんで、気にせんでいいとこ。かな。で、友情も強いね、アスナ。魅力ももちろん強いけど、やっぱりアスナ強い。ここはうん、貫通で動きやすいしね。もちろん反射でカンカンするようなクエストではあるけど、まあ全然。ただね、悪くなったのが、種族がね、神になってキラーもらうようになったんで、そこだけはちょっとね、あんまり良くない。ここはもうちょっと回復込みで、回復込みでダメージを与えていく。シャトルがね、ちょっと自分の毒我慢食べてないんで、ここでちょっと火ダメは増えてる部分はまあありますけど、あともう友情を出しつつ、雑魚をね結構処理していった方がいいですね。キラーもらっちゃうんで、アスナは魅力もそうですけど、うん、これ殴り普通に見てみようかな。もうステータスもね上がってしっかり軽く出るようになったんで、友情がねやっぱり基本反射はちょっと出しにくいけど、まあ、超絶ホミングがね強いんで悪くはないと思う。うん、でここはねしっかり回復しながらひよこだけは戻していきたいかな。あー戻らんかなこれ。あ戻ったね。オッケー。もうシャトルだけやね、ほんと毒が。どうしよう。シャトルはもうなるべくハート取らせて毒は解除してつつ、強いんだよねシャトルも。ほんとで、敵がいなくなったこの4反射もね結構ダメージ稼げるけど、敵側がいなかったらやっぱあんま使い物ならん、使い物ならんまでは言わんけど、そんなにダメージは稼げる。 SS 重いな、全然たまらん。どうしよっか。ここは普通に倒せるかな。過激、同撃だけついとんかな。うん、あ、強い強い。貫通でもそんな気にならんぐらいの。どうしよっかな。で、魅力はちょっと回復しつつ、まあ魔法陣だけは取っていきたいかな。ちゃんとひよこだけは解除しつつね、回復。でもアクセルも使っていこうかな。もう多分そんなやば。アスナ当たんない。一体当たらんかったの。いけるかと思ったんやけど、これはもう多分魅力の友情で
意外といかんかったね。SS たまらんな。これ回復もあるよね。遅延と回復ねんか。回復なくなったんか。うーん、うわ、当たった当たった。おお、回復、回復もやけど、うん、雑魚処理しっかりして、あと友情出していこうかな。アスナの友情四反射もね結構与えれるんで、で、あと SS 使って遅延ができるんでね、で結構自強化も強い入ってるんで、もうすごい使いやすくなりましたね。まあ、前提で毒我慢だけ、ね、1個食わせれたら1の5個は楽になると思います。